こんにちは、バーベナです。今回も書いていきます。そして今回ボイスボックスを入れてみた。まだ実験って感じだからいろいろ変わるかもしれない。そして読み上げを導入したところで話題は全く増えない。ただいま線画書き中。動画に入れようか迷ったけど、せっかく撮ったし。そういえばこの二人、過去に書いたことのある子で、それをプチリメイクしてみたものがこれ。2020年の絵でした。最初はカレンダーで描く候補だったけど、大きく描きたかったのでこうなった。珍しい男女のコンビ。そろそろ線が完成。塗りスタートです。
この絵、5月中に出したかったのに。プチリメイクやら構図でめちゃくちゃに迷ってたら6月に入り、アイマス関係の絵を優先して進めたり、風邪をひいたりで一向に進まず、6月末にはもうミリシタ7周年イベントを走るために何も進まず、結果7月になってしまった。もう中旬だよ。全然関係ない話だけど、ショートに投稿しているサイド M のみんなをちょうど半分まで書いたところで、ここまで線画をコピックのマルチライナーで書いてたんだけど、やっぱり鉛筆の方が良いなと思い、結局鉛筆線画になった。こんなのだったら最初から鉛筆にしとくんだった。全部並べたりしたら気持ち悪い感じになっちゃう。なので山村を最後に、クロウくんから鉛筆になりました。今回下塗りから完成まで髪の毛が最高に良い出来になった。髪の毛の仕上げはショートにでも投稿しようかと思う。
髪の毛塗りタイム入りました。ずっと見てられる。話すこともない。二人に何かお揃いのものをつけたいと思って、ずっとリボンかネクタイで迷い、ネクタイになった。過去に書いた方では右側の子にリボンをつけてたから、今回もつけてあげてもよかったけど、可愛さがいらなかったのでやめた。薄くて分かりにくいけど、メッシュは赤と紫、ネクタイの色と一緒。
仕上げはカットしてますが、そろそろ完成です。